察してくれなかったっていう。え、ちなみに同級生ですか、うん、それ先輩とか。先輩。先輩。あ、え、先輩って同級生じゃないですよ。あ、そうか。そうか。留年してるじゃない。そうそう。そうだ、さっきすいません。留年もしてなかったですけど。そうですね、ちょっと聞き、あれですね、ちょっと聞き落としてましたね、あの、聞き落とし。聞き落とし。はい。めっちゃいいですよ。いいです。ですね、いやすごい、そういう話を聞きたいですね、どん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 。開発部とか、あるにはあるけど。あ、ありがとうございます。ちなみにこんなところで大丈夫ですか？まだもう話足りないとかないですか？もういいです。あ、もういいです。なんだろう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。高木さんという話を聞かせていただいて、すごい良かったです。あ、じゃあ感想を聞いたり。あ、そう、感想そうだ。誰でもジョニーの感想。誰でもジョニーの感想。今日ちょっと2回目なんですよ。あの、でも、そうか。誰でもジョニーの。ちょっと感想を。でも前回から引き継いで、ちょっとなんか前で話すことをちょっと普段あまりやったことありますか？ないです。あ、じゃあそのちょっとあんまりやったことないことやることで、なんかちょっともしあの変わったこと、心の中に変化があったとかっていうことがもしあれば。今のでですか？今のでちょっと変化は何もないんですけど。何もないですか？あるとしたら、あるとしたら、あのあすごい、ね、やっぱりね、なんか例えばなんか話をするにしても、うん、なんか一つこれっていうのを絞り込んで、うん、あの、うん、最初にちょっと準備して、そう、準備して、準備が重要ですよ。ちょっとだけでも、そう、これでいこうかな、うん、どういうことあったっけみたいなぐらいの準備がした。あー、確かに内容全部、うん、1から10まで順番立てるんじゃなくていいから。なるほどですね、うん、なんか若干、あ、これで話しよう、え、これで話しするとしたら何かあったっけかなみたいな、そのぐらいの準備が。なるほど、そうそう、だから聞いてる、あるさん何を言ってるのか よく分かんなくなっちゃいますね。そうですね、何の話だっけ。あ、か準備でもどうですか、準備は。そっか、ちょっと考えておきますね。その準備はなんかできればしない方が話せるとかっていうのがあるので、うん、確かにあれば言って、そうそうそう、なんかお題だけ、緊張感の話、緊張感、お題だけが欲しいっていうか、テーマが、そう、テーマ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 、あ、俺はね、俺全部、はい、さっき話したの自分の体験で、楽しかったも悲しかったも怖い話も恋バナも辛かったも全部入ってるから。確かに確かに全部入ってましたよね。そう、すごい、だから逆に俺は話しやすかった。すごいですね、そんなん全部話せるってすごい。今度怖い話だけにしてみましょうか、今日じゃなくて。あ、夏の企画で、夏の怖い、誰でも稲川淳二。夏バージョンだ。今度これやっていきます。誰でも中継。誰だ。第2弾。なんで言ってんの。誰もいないから。はいはい。今日見てる誰も。第2弾。誰でも中継。誰でも。いやー、ちょっと面白いですね、これ。やばい。話すの誰にあるけどな。ちょっといいですね。じゃあ次、そっか、小野里さんとか話したいですよね。小野里さんとちょっと、カジ君とかもあるんですね。いやいや、まあ俺話すの誰でも入って言える、え、方法がある。高確率で高確率で、あ、高確率で高確率で高確率で、イエスって言ってもね、方法は。あ、なるほど。それちょっと、これ、また準備がないから、また誰だよ、誰でも高確率で、で、はいって言って、はいって言ってもらえる方法ですか。ちょっとあるらしいんで、 100% じゃない、それは、いろんな理由があるから。あ、でもそれ、小さなイエスから、そう、じゃあ、その小さなイエスって言ったら何なのか、誰でもイエスって言うような話を最初にしておくっていう。そう、で、それで、あ、ごめん、そう、具体的に、超具体的に、
で、そう、今ヒロ君が言ってくれたように、何でしたっけ、まあ、誰でも入って言ってもらいやすい質問を出すってそうなんだけど、あ、今からちょっとね、誰でも入って言いやすい方法、はいはいはい、誰でも入って言ってもらいやすい方法を、そう、あれですよ、そう、それ皆さん、小さなイエスを、休憩タイムですか、これ皆さん、あ、まあ、まあ、大丈夫です、カメラの向こうの皆様に見てますので、もう僕も見てる、もうみんな見てる、イエスでしょ、誰でもイエスと言ってもらえる方法、あの高確率で言って、高確率でイエスと言ってもらえる方法について、あ、聞きたい、もう断られたくないですもんね、断られたくないですもんね、断られてばかりだからね、もう断られてばかりだから、まあ、断る理由は、まあ、最終的になんかいろんな要素あるけども、はいはい、それちょっと抜きにして話します、はい、うん、なるほどね、聞きたいです、何時ぐらい、これ5時まです、5時まです、5時まで、あと4時まで、多分、5時10分ではマミさんから今連絡が入って、はい、神奈川さん、うん、はい、分かりますよ、タイフードが食べたくて予備公演にご一緒にお付き合いいただけますかって聞いて、タイフード、タイフード、タイフード、あ、タイフード、あ、代々木公演、代々木公演、タイフード、そうですか、ここから来てるんですか、フェアやってるんですかね、代々木公演で、そうなんですかね、よくね、インドフェアとかやってますね、タイフェアやってるの、時間何時までですか、5時までですけど、タイフード、タイフード、タイフード、いや、そのイベントなんか店なんだかよくわかんない、それはわかんない、イベントだったらそんなもそもやってないでしょ、夕方とかで、え、これイベントかな、ちょっと待って、あ、そうですね、イベントだったらそんなやってないですよね、そこまではね、うん、5時ぐらいですか、ね、5時とかでしょ、うん、公演だし、勝手にイベントって決めてるけど、勝手に、ちょっと先着かって、まあ、また準備がないので、私もまだなんか、いや、まあ、誰でもイエスって言いやすい方法、いや、言いやすい方法、ね、いや、聞きたいです、それはもう、聞きたすぎてちょっと困っちゃう、ね、誰でも入ってね、高確率で言ってもね、じゃあ、どうした、じゃあ、はい、ね、じゃあ、どういう質問がいいかというと、それは、ね、事実プラス、ね、まあ、事実プラスねって言えると、絶対見たら、はいって言ってもらえる、あ、そうなんですか、知らなかった、知らなかった、マジに知らなかったそう、事実プラスね、例えば何屋さんですね、はいとか、あ、ここがお住まいなんですね、はいって、で、何歳です、あ、違う違う、年代は何々ですね、はいとか、お仕事何々ですか、何々ですね、はいって、なるほど、すごい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 、で、これ、で、これ小さなイエスを積み重ねて、で、人っていうのは、まあ、一貫性があるね、で、2回3回ってやってきたら強い、ね、入って言いやすいから、これを、何回しようかな、まあ、経験上3回か4回やってきたら、まあ、あの、変な質問しない限り絶対ねって言ってもらえる、イエスですね、そう、イエスねって言ったらイエス、そうね、はい、あ、なるほど、で、その相手がイエスっていう言葉はすごい、あ、強い肯定感があるので、そう、気分が高まってくるんですよ、そうすると正しくなってくるという、なるほどね、で、最終的に、あの、自分が、あの、イエスって言わせることを質問すると、はいって言いやすい、なるほどですね、最後に結婚してくださいね、まあ、ちょっと、まあ、最後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 、目はついてるけど、目はついてるけど、ちょっとハードル高いけど、それ、いきなり行くんじゃないですか、もちろん、そう、そういうことですね、あのね、もうちょっと質問の内容、あの、なんだ、最初何からいいですかね、あの、例えば女性と付き合いたい時とか、付き合いとか、あ、違う違う違う、じゃあちょっとハードル低め、まあ、付き合うっていう、まあ、その一日の目的が、まあ、一緒に料理行きましょうだったら、じゃあ近くで遊びに行きましょうねと、はいとは、大丈夫ですよ、なるほどですよ、うん、料理、うん、料理食べに行きましょうね、まあ、そうだね、なんかちょっと、あ、そう、まあいいんですか、まあちょっと、まあ、どういう状況、それを今度行きましょうねとかではなくて、明日行きましょうねとか、今度、今、まあ、その最初の、その人話しかけた理由、目的もよければ、だって今だったら、じゃあ、じゃあ場所が外が寒いから、じゃあ今ちょっと寒いですよね、はい、じゃあ近くに落としましょう、暖かいで行きましょうね、はいとかと、あ、なるほど、いうふうには言いやすい、暑いですよね、あ、今日暑いですよね、そう、まあ、確かにめっちゃ自然ですね、そうですよね、とかってまあ、まあ、暑いとかっていうのはちょっと人の体感覚にもよるから、まあ、もしかしたらそのすごい暑いとこから来て、まあ、日本に来てる人だったら、まあ、暑くないって言うかもしれないけども、事実プラスでは、ほぼ 100% 言ってもらえる、
確かに。で今お茶飲んでますよね、はい、水持ってますよね、はいはいはい、っていうの、そうだね、はい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 、なるほどですね、すごいこと聞きましたね。そう、そうで、これって実は、とある、すごいセンスが強いところで、何かな、52回の、なんか、小さなイエスと、まあ、4回の大きなイエスをやって、まあ、セールスの制約をしたってとこある。はいはいはい、はい。たぶん、ブライアン・トレシーの教材でちょっと紹介されてるってのがあるんですけども、まあ、今日はブリタイマーっていうところだったんですよ、ブリタイマー。で、そこが、なんか、ホームファンはやったんですよ。で、それで、まあ、その52回のイエスと、大きいイエスは4回を使って、なんか、いろいろやったんですよ。で、それでそれやってたから、すごい効果が増えてたから、なんか、アメリカのある種で禁止されたらしい。それがいいから。そんな脅威なセールス方法が。そう。ていうか、イエスは別に。例えば、トントン、何々でやる人、ピンポン入ってもいいですか、はいとは言って、はいって言ってもらって、じゃあ前入っても、あ、じゃあ中入ってもいいですか、はい、座ってもいいですか、はいとかっていう感じだし。あ、なるほど、なるほど。そういう簡単なイエスから積み重ねて、そう、小さなイエスからとにかく、はいはいはい、そうすると高確率で最終的に自分の言いたいイエスを持ってくる。あー、なるほどですね。で、それ多分ノーって点だったら何かしらの事情で、ノーって言ってみますよ。都合合わないかもしれないし、不信感があるかもしれないし、まあ、修正がつけるかもしれないしです。そうですよね。はい、そうです。いやー、すごいいい話。こんな感じでざっくりでシェアしてみました。ありがとうございます。そう、本当にね、練習とかあればいいで、ちょっと何も準備ないので。あ、いいですね、ありがとうございます。で、あとはなんか忙しい人に、一緒に、まあ、忙しい人にちょっと休憩取ってもらいたい時に、まあ、イエスって言った方法として、まあ、たまにはちょっと、休んだ方が効率、仕事に効率的だと思わない、はい、です。じゃあ、今度の、じゃあ明日、時間、今度は日曜日、美味しい料理があるから、フランス料理と、イタリアどっちに行くとか。ああ、ちなみに今のは、ノーって言わせないで、2社独立でした。そうすると、もう2つじゃないじゃない。まあ、そういう方法もあります。そうそうそう。そうですね、勉強になりますね。で、あと、そう、2社確立なんだけども、2社、推定承諾方法ってあって、もし、仮に行くとしたら、どっち行くっていう、もし行くとしたら、どっちっていう方法もある。はあ、それで勉強になりましたよ。もし。そう、もし。もしだから、もう今の話じゃないんですよ。そう。それでも、後につなげるっていう。なるほど、そうそうそう。そう、もし、やるとしたら、明日と、あ、今日この後と、明日だったらどっちがいいとか。おいおい。なるほど、そうそう、イエスって言いやすい。なるほど、なるほど。以上です。勉強になりました、ありがとうございます。ちょっと終わったわけじゃない、ニュースだけで。さあ、ちょっとさっき小野笹さんいなくなった時にちょっと面白い話をしたので、はい、次ですね、はい、怖い話に限定した話というか、あのことで聞きました。怖い話ね、誰でもいなくなっちゃうから。違う、違う、違う、慣れちゃうっていうことで、ちょ、それも面白そうだなって。夏の、肝試し企画みたいな。え、第2弾みたいな、もう誰も来ないかなっていう。いや、階段話だよね。ちょっとやっていきたいなって思ってますけど。誰でも順次っていう。そうですね、やりたいな。誰でも順次、ちょっと小野里さんとかまだシェアしてもらってないので、もう何歩でも話すことができるという、なんですか、まあもう、ネットビジネスで5年以上活躍されているちょっと小野里さんに話していただきたいと思います。すごい。いいですか。え、何で、なんか、何でもいいです。もうちょっと一応カメラもあるんで、一応一応してもな。はい、いや、もう何でもいいですよ。もうとりあえず紹介してもらって、自己紹介みたいな感じで。自己紹介したら紹介ですか。え、なんかこう、ティーアップしてくれる。ティーアップ、ありません。現状のイベントで、もう普段からモテモテの大里さんなんですけど、どのくらいすごいのかというとですね、もう月収で、これ驚かないでください、月収ですね、もう4兆円稼いだ。国を動かしてしまうという、もうアメリカとかで普通に国を買うこともできるというくらいの実力を持っている、小野里さんに、お越しいただいておりますので、ぜひ皆さん拍手のお迎えください。4兆円稼いで。
四丁こんにちは。じゃあ今日はね、誰でもジョニージョニーになれちゃうということで非常に楽しみにしてきました。で、私はですね、セミナーとか結構やってるんですよ。もうかれこれ多分200回ぐらいやってるんですけど200回ぐらいやってます。人前ではまあ話せるっちゃ話せるんですけど、実はセミナーで話すんですね、非常にこう、こういう場と違うことがありますね。それは何かというと、もう誰でもジョニーと真逆なことがあるんですよ。これは好意的で来る人もいれば逆の人もいます。こうね、こいつの、あら探してやろうみたいなのとか、本当にできるか、こうね、探ってやろうとか、とりあえず行ってやろうみたいな、そういうね、やからがいっぱいいるわけですよ。だからね、稼がれてますからね、そういうアンチもいっぱいいらっしゃる。いっぱいいます。だ10人いたら、大体ね、半分ぐらいはそんな感じですよ。好意的に来るってことはほとんどいない。大体、さっきね、ちょっとおっしゃってた、うんうんうんってうなずいてる人は、1人ぐらいですね。でもね、そううなずいてるやつでも、結局、アンチだみたいな、適当に来て、聞いてるみたいなね、人がいっぱいいるわけですわ。だからね、この誰でも上にね、全員好意的に肯定してくれると全員っていう場で話した方が、そんなにないかな。自分のこう、なんていうか、自分がの塾生とかのセミナーってのはね、好意的に聞きますけど、一般的なセミナーってそれはね、ありえないですよね。だから気持ちよくさせてください。もう何でも聞きたい、もう何でも聞きたい。そういうふうにね、やっぱりこっちもそういう人たち、好意的な人じゃないで、アンチがいるんで、なんかね、そういう、どっちかっていうとこう、アンチの人に向きがちになっちゃうね。こいつらをちょっと聞かせなきゃいけないみたいな、なんかちょっと身構えちゃったりするわけですよ。聞きたいこともありすぎて困るっていう。そういう時になんか萎縮してしまっちゃうと思うんですね。やっぱりなんか否定的な感じで、こいつなんか変なこと言ってるみたいな感じのオーラを出して聞いてる人がいた時の対処法とか、今までにそういう経験も200回以上セミナーやってると、そういうことをなんか、どうやってこいつをちょっと懲らしめてやろうかっていうことを思ったと思うんですね。で、その時に自分がちょっとなんか話せなくなったりしないように、こう、うまい対処法みたいなことがあれば教えていただきたい。ちょっと懲らしめ方とか。懲らしめ方、いやいや、じゃなくてもいいですよ。懲らしめなくても、自分がうまくそれを切り抜ける方法っていうものを今の話の続きでちょっと聞くか。やっぱりね、私がいつもやってるのはその人当てるってことです。あ、なるほど。当てる、当てて前に出させるとか。はいはいはい、なるほど。参加させちゃうってことですね。なるほどですね。大体一番後ろに座って車に構えてるので呼んで自己紹介させるとか、なんかあった時はその人に答えさせるとか。なるほど。それもなんかこう好意的な感じで、もちろんもちろんもちろん、別にこっちが攻撃的になる必要ないでしょ。いや、好意的、なんかすごいフレンドリーな感じで、全然敵意はないんですよっていう感じで当てるってことですね。もちろんですね。ああ、いいですね、それは。勉強になりました。大体に人を当てられると、そんなに「なんだよ」みたいな、さすがにそこまではいかないですよ。さすがに来てるんだからね。確かに。アンチだとしても、はいはい、出られてね、じゃあ自己紹介してくださいって言って、いや、断りますっていう人は、それはいないんで。ありがとうございます。何か聞きたいことありますか？ありがとうございます。
正解。ジョニーさんに聞きたいこと、何ですか？4兆円も稼いでますもんね。いや、別に仕事の話とかね、じゃあ、なんかありますか？そうそうそう、もうありますか？じゃあ、もう恋バナの話します。恋バナです。あー、なるほど。恋バナ、恋バナね、すごいいいのあるんです。実はね、奇跡の出会いっていうね。まあ、出会いというか、まあ、奇跡が起きた恋バナっていうのがね、一個ありまして。これはね、すごい記憶にもう鮮明に残ってますけど、私の名前、実はですね、小野里と言います。今更です。今更です。実はビジネスネームだった。これ本名なんですよ。本名なんですね。で、なかなか珍しくないですか、これ。小野里と、よく小野寺と言われるってですね。塾生からでも小野寺塾長ってメールが来たんです。間違ってるよって言ってたんです。こう、小野里って珍しいですよ、意外にね。で、これ、私群馬出身なんですけど、群馬にはこれいっぱいいるんですね。いっぱいいるんですよ。でも、東京ではほとんど会うことはないと思うんですね。でですね、まあ、今を遡ること、まあ、20年ぐらい前ですか ね、 六本木です。六本木のクラブで、声をかけた女の子がいたわけです。で、クラブに来る女の子って大体ですね、これ軽装できてるんですよ。軽装っていうか、ロッカーに荷物ある預けてるでしょ。で、その子もなんかキャミソールみたいな感じで、もうなんかポケットもないみたいなっていう服装でいたわけですよ。で、声をかけて、じゃあ今度どっか行こうよって感じですね。その時は携帯とかもなかった時代、まあ、今は遡ること20年ぐらいだけど、携帯なし、ポケベルもなしですね。携帯なし、ポケベルなし、みたいな時代に、じゃあどうするかっていうと、電話番号を交換するしかない。で、電話番号を書いて、渡したわけです、その子にね。でも、その子はもう何もないと。なんか、キャミソール一枚で、みたいな、ペラペラの格好してて、で、バイって渡したんですよ。そしたらですね、案の定、なくしたんですよ。そのね、携帯の番号。で、こっちは聞いてない。聞いてないから、かけてくれって渡したんですよ。超可愛い子で、可愛かったんだけど、その時の自分のポリシーとして、自分が聞かないっていうポリシーがあったんです。なぜか。じゃあなぜかっていうと、断られるのが嫌だったんで。断られるの嫌でしょ、はい、だから自分は聞かないと。でも教えといて、かかってきたら OK ってことじゃないですか。だから遠回しに逃げ道として自分では聞かないで教えてたんです、ずっと。で、教えたんだけど、なくしやがってですね、その紙をなくしたんです。まあ、それは後々気づいたと分かったんですけど、なくしたんですよ、ね。でもこっちは渡したからかかってくるだろうと思ってですね、土曜日に会ったんですけど、日曜日、月曜日、火曜日と待ってるわけです。待てど暮らせどかかってこない。その時携帯もポケベルもないので、家で待ってるわけですよ。家で家で待ってるわけですよ。ずっともうかかってこない。待てど暮らせどかかってこない。水曜日になってもかかってこない。もうダメかなと思った時に、なんと木曜日ですね、かかってきたんですよ。わおでも待ってましたと。で、その時に結構こう渡してるじゃない、渡すっていうことをやってて、統計的にですね、大体土曜日に知り合った子は火曜日までに電話かかってくると、月曜日が一番多かったんですよ。火曜日までかかってこなかったらかかってこないというのが分かってたので、もう水曜日にかかってもらうともうダメだと。でも木曜日にかかってきたわけですよ。でもなんだと、てたよという話をしたらですね、なんと、なんで木曜日になったかって話をしだしたわけです。で、実は、なくしちゃったと。あれね、なくして、もういいかって思ったんですと。書けなくて。そんなね、六本木のクラブでナンパされた、一人の男に、まだ、そんな固執する必要もないかと思ったんだけど、実は、この名前をですね、
言ってたわけです。小野里と言いますと、これをね覚えてたんですよ彼女は。覚えてたんです。でその時は練馬区ですね、練馬区、練馬区に住んでるって話をしたんです。でその子は見たかったんですけど、あの練馬区に住んでると。で小野里です、これだけを覚えてたんです。じゃあどうしたかっていうと、当時何があったか、ハローページ、そう、この時はそう、個人の電話番号が分かってたんですよ。タウンページ、タウンページ、タウンページです。なんと NTT に電話して、すごい、すげえ、小野里さんっていますかって聞いたわけですよ。そしたらなんと2件しかなかった。うわマジか、おお、すげえ、すごくないですか。いやすごいですね。練馬区っていうのはあの世田谷区の次に多いんですよ、東京で言ったら、住民、住民が多分ね、あの2位ですね、2位、住民登録が2位なんですよ、東京で言ったら。その中に、そんなめちゃめちゃ多い中に小野里っていうのは2件しかいないんです。これが田中だったらもう何百人もいない2件しかいなかったんですよ。だからね、この2件に電話すれば俺かかると。ほんでかけて、かかってきたのがそのすごい、俺の本当に奇跡みたいな、いや、すごいな、出会いじゃないですか。どうなった出会いですよ。いや、そう、付き合いましたよ。おお、付き合いました。完全に 100% も脈ありです。そうですね、すげえ。いや、付き合いましたね、その時にね。いや、いいですね、それは。というこの奇跡の出会い、そうですか。いや、いいですね、素晴らしい。だから、この出会いの続きも気になるところじゃないですか。気になる、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 続きは、次回です。この奇跡の出会いの子は、あの大阪にですね、あの別れる時に大阪に行きまして、別れようって話をして大阪に行ったんですよ。で、ね、大阪駅で新大阪駅で別れて、で彼女は新大阪で、俺は東京新幹線で戻ってくるという別れを最後ね迎えるわけですよ。まあ、なぜそうなったか、これは有料制お届けしたいと思います。有料セミナーで、有料セミナーで、もうすぐこっちだ URL を確かに1万円で、そのセミナーが、セミナーの価格が200万円。そのセミナーは一応200万なんですよ。200万で、なるほど。なんですけど、今日はやっぱりせっかく割引や、割引やで来てくれたんで、はい、ちょっと待つ、はい、会議が下げてる25万8000円。後ろに、あ、大丈夫、準備して、じゃあ、スタートしますから、あとちょっとでスタートしますから、すごい話を聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなもんいいですか。はい、全然もういいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。45万発生、ちょっと申し込みたいな。続き気になりますもんね。この後のどういう付き合い方をしたかとかめちゃくちゃ気になってしょうがない感じですので、次どうしましょうか。次ちょっとカメラマンの、ちょっとカメラマンにも登場していただくっていうのはどうですかね。
カメラマン、皆さん、じゃあ、カメラマンに登場して、あ、ヨガはちょっと大丈夫あ、やります、そこから大きな拍手を迎えくださいって、ね、フロートまで。あ、いや、いいですよ、いいですよ、それやってください、そこからまず練習っていうねあ、ちなみにですね、今日お越しいただいた方、私の80万円相当のプレゼントというのがありますので、ぜひですね、お持ち帰り、まあ、今日ですね、せっかく来ていただいた方、まあ、なので80万円相当のプレゼントをお持ち帰りいただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、80万円。だから例えばですよ、これ何ちょっと例えてみるなら、ちょっと車屋さんに行ったらですね、もう軽自動車1台プレゼント持って行っちゃってみたいな、そのくらいのプレゼントになっておりますので、そうですね、私が結構作ったコンテンツ、そうですね、もらっていただけたらと思います。で、カジさんの方ちょっとどうですか今日。今日話してないのは話すことない。いや、だからもうそういう人がですね、そういう人が話すっていう企画になっておりますので、もう話すことなんだかんだ言って結構あるわけですよ。もう仕事の愚痴とかでも、もう辛かった話とか、じゃあ前向きにフレームに変える、それを前向きに変えちゃうっていう方法を知ってる達人が今日いるので、なるほどね、はいはいはい、まあとりあえずですね、何でもいいですよ、内容は何でもいいんですよ、もう見た目というか、もうなんかとりあえず面白そうな雰囲気で話しておけばなんとかなっちゃうことですので、そこは誰でもジョニーですからね。誰でもジョニーしてくる人がいないっていう、すごい、これはもう誰もや、なんですか、もう誰でも本当にジョニーになれちゃうので、ね、ということで、カジさんはですね、私がですね、あれ実はあれもう3年以上も前から、実際お会いしてるのが5年くらい前からカジさんとの付き合いはもう7年くらいになるんですかね、すごい、もう同い年ということで、私と同い年ということで、本当にですね、旧友のような、まあ本当に昔からなんか一緒に遊んだような仲間っていうような感じの方なんですけど、まあ一緒にですね、私がネットビジネスをやるきっかけにもなった方が実はカジさんなんですけども、本当にですね、最初のスタート地点ってやっぱり勇気がいたわけですね。その時に一緒に戦ってくれた仲間というか、本当に最初のスタートを一緒にやってくださった方がですね、カジさんという方で、本当に今でもそれがですね、こういうふうに今私がここに立ててるのも、カジさんが最初一緒にやってくれたおかげって言っても本当に過言ではない